手術のあとやっぱりこう肩に物が当たったりするのが怖かったので壁際に寝ていました。そんな時にやっていたエクササイズです。壁と自分の間にこう枕を置いてあげて、そこにお肘を置きます。で、お肘はこう、やっぱ術後すぐはこう上がらないですよね。上がらないので、こう上がるところあたりまででいいです。で、手を壁についてあげましょう。で、まあ、目標はこのお肘が肩の真横に上がってくれるところまでね、来るといいですね。そしたら手を壁について、こう壁を拭くようにして動かします。上に行ったり下に行ったり。これでこう肩の関節で、こう肩甲骨とこの上腕骨のつながっているこのボールがくるくると回って、こう腕を動かすっていう、こう大きな動きの準備をしてくれますので、最初はね、このお肘が上がらないからここでちょっとやってみようかなとか、こう肘は上がるようになったけど、こう特にこう後ろ側、上の方ってやっぱ脇の下の張りとかが強い、なかなか上がってこないと思うんですけど、じゃあ下だけやってみようかなとか、こう動く範囲にね、少しこうやって肩の関節の中の方を動かしてあげてください。